はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズツーライト焼きでやっていきましょう。さあ、今日はどうしようかな。今日はどうしようか。とりあえずマップ見てみる？車だな。車解体したいな。車解体して、それから、チャリ作りたいよね。チャリじゃねえな。これこれこれ。ミニバイク。ミニバイク加工したいっすね。お、そうだよ。よいしょーっと。ん？持ってるよね。よし。じゃあ、車軽く探しましょう。車軽く探しましょう。そう、この建物がワークベンチあるみたいな。マジか。あ、あった。あったわ。これ確かにあった気がする。うわ、そうだよね。このさ、かまぼこ屋根の中、あった気がするわ。あった気がするんじゃなくて、あるよね。ある。どこになるんだ。ん？こっちかまぼこじゃなくね？いや、こっち確定であるわ。この左側の奥。うわ、マジか。これで壊れてないワークベンチだったらマジ。マジ許されんぞ。見えないね、こっからね。そこ、この下よ。見える？見えない？ああ、向こう側からだな。あ、ここから見えるでしょ。お肉と一緒にいるんだ。ほら、ほらじゃない、まだだ。あれ？それだと思うんだけど、どっから入るか。そっから入るか。びっくりした。ちょっとびっくりしすぎて、びっくりした。びっくりしすぎてびっくりしたっていう。あったワークベンチ、あれだ。スパイダーがいるね。どうやって行こう。困ったな。こっち帰ってこれるか、簡単に。これをこうして、あらー、これはゾンビ大量に残しちゃいましたね。さあ、おいで。ん？あ、マジ？おおおお、もう一個、もう一個、こっちも。いいよ、どうぞ。誰これ？ソルジャー。これどう見てもスパイダーなのにソルジャー、見た目。じゃじゃじゃ、見た目はソルジャー、中身はソルジャー。あれ違う。じゃあ、ギャグ。やり直し。なんだ。見た目がスパイダー、中身がソルジャー。金田一。あれ金田一じゃねえな、あれ。ん？中身がこれも。頭脳は、あれ、やばい。お、頭脳は子供、中身は大人。あれ、なんか違うな。違う、頭脳が中身、頭脳。ダメだ、今日よさきよりねじったからもうダメだ。
ワークベンチを調べる未確認。あ、冬語だ。なんかちょっと得した気分。壊れてなくて、あ、違う、壊れててよかった。これでね、また物欲センサーで治ってるっていうか、使えるやつとかね、中身にレシピとか入ってたらね、もう物欲センサー大発動だったよね。よし、寝ぼけてるのが治らないのやべえんだって。中身と頭脳一緒で、お、クッキーだ。ちょ待って、ゼロって何、何がしたい。おやつにちょうどいい小さなクリスマスクッキー。最大スタミナゼロって食べる意味よ。体力が2回復するのか。そうか、これちょっと食べない方がいい気がするよ。それな、こんなところにはガソリンあったんだ。タイヤってか、あ、待って、ヘッドライト加工した。タイヤって加工してないよねって思ったんだよ。すごい、俺タイヤ作ってねえわ。足りない気がする、アシットが。おお、いいね。メカニカル。あと何が足りないんだっけ？なんかもう一つ足りなかった。バッテリーだ。バッテリーだ。じゃあちょっとこれバラして帰るか。とあと屋上だね。屋上じゃない、あのこっちの奥。報酬よ、報酬。報酬だけ取っていこう。そうだ、ここは雪山だ。最大限に生かして帰るか、雪山の利点を。雪山というか雪マップの、あ、これちょっと持って帰ってもいいな。ジャンクって書いてるからいらないよね。再生するかどうかはちょっと後でチェックするけど。あいつ誰？スケーター。見てもこの、お、そこも触れるの？そこは無理か。あ、嘘。そこ下までは泣いてんの？ええー。あ、横屋根ついてないですね。横屋根ついてないっすね。あれ？屋根ついてないけど屋根ついてる。なんやそれ。屋根ついてないけど屋根ついてるっていう。ふわー、地味に仕事してんな。こっちでいっか。アックスよいしょ。あ、待って、こっちも落ちる。え、スペース地味にあるんだけど。やだ、レシピ待って、俺には、あ、フレームというのがある。イエス。さて、報酬だけもらう。こっちだな。どう？あれ、報酬はあそこでは。デモリッション、嫌がらせかよそれ。これ、ヘッショ決めても意味ねえんだよなぁ。来い、来い、来い。あ、嘘。あ、それはいい。それはすごくいい。おいで、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 デモリッション。ん？うおー。どういった、あいつ。リロードして待っとく。雪？
雪も入ってるよね。うわ、どうよ。ルート作ったぞ。お、来た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 。うわ、よし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 。こっちとこっちおいで。走られんような。よし。ピッピッピッピキピッピッピー。あれ、倒せるのでは。やめとこう。やめとこうやめとこう。え？下手くそ？ちょ、嘘やん。嘘やん。なんで今まであんなに当たってたの？信じらんねえ。今までの命中率どこ行ってたん？しゃがんでたら。え、嘘？今までよく当ててたな、あんな。え？よし、OK です。え、すげえな。デモリッション爆発して地面に1マスしか穴開かないって。やっぱ雪すげえ。雪の防爆性能強いっすね。だって普通の世界だったらすんげえ大穴開くよね、確か。え、それとも高さはあんまり開かない？さて、星部屋直行の穴が開きましたんで、利用させていただきますか。もう一マス下かな。これで、いいね。あ、あ、星部屋あっち。あ、そう。あ、そう。あ、そう。え、ちょ、待って、嘘だ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 。あっちから上がるじゃん。あっちからこう来て、こう来て、こっち行って、こっち上がって、あっちですね、はい。はい。おじめはこっちでございましたよ。つまりですね、私が穴開けたところの左ですね。なんか今落ちなかった。落ちて何度か乾いてます。あ、あ、飲めない。まあいいや。おじめはですね、このどっちからでも一緒だったわ。ここですね。あ、わかったわかったわかった。こっちだ。こっから行こう。うわ、こっちも隙間ある。いらんところ穴掘ってしまったな。ここ。こう、むしろもう壁壊してそこを階段にする。そこまでビビることじゃないだろう。ほら、あ、穴開けて手伝えよ。隣もちょっと様子見たいから。ほいっと。そしたらこことそこと、で、あなた邪魔なので死んでもらいまして。なんだこの声。デモリッシャーではないよね。こいつに出てきてもらって、フェラルじゃないよね。スケーターゾンビ。ウィー。お。ああ、食べ物じゃない。いや、食べ物です、それ。飲み物じゃないが正解。こっから入るのちょっと怖くね。OK？ OK でーす。ハウー。おお。よし。仕留めた。よしよしよし。行きます。
どれから行く？あ、食べ物から行こう。食べ物、飲み物を確保したいから。喉乾きました、アイコン出てる。あ、普通に左下さ、85って書いて、おい、びっくりした。そう、今俺これ外してたんだよ。85って書いてあるじゃん、飲み物。いや、この飲み物ゲージアイコンさ、出てくるの早すぎ。もっと後で50切ってからでいいと思った。別に焦る必要ないっていうね。というわけで、じゃあ、解析します。てれん。ブルーベリーパイ。悪くない。ワーキングはちょっと後にしよう。玉先に。うん。さあ、こっちかこっちかだ。ロックって書いてあるから、こっち先にしよう。います。てれん。斧のレベル2。あ、解放感だわ。いらないわ。残念。で、これ、ロックビッグ、これ持ち歩いてないので、ぶっ壊すか。ロックビッグ、そうだよね。はぁ。6900はちょっとバカだな。ええ。それバカだな。どうしよう。落とすしかねえじゃん。どうする？どうするもん、これもう。ここまで来たらやるわな。やりましょう。すんげえガンガンいってるな。どうしよう。外に意味します。おお、これだ。 B か。あ、出ないか。ここでビーカーを引いたら、コムさんに嫌がらせ成功だったよね。コムさん、ビーカー探ししてるからね。うん。私は動画を見てしまったから、コムさんがビーカーを探してる動画を。いや、頑張ってください。前回、あそこいいよ、あそこって言ったの、結局いかんかったな。どこだろうね。まあまあ、きっと皆さんがすでにアドバイス済みではあると思うけどね。ただ俺のアドバイスが残ってるとしたら、あれだな、今からトレーダーに帰ったらそれをアドバイスさせてもらおう。確か地味に入ってたと思うんだよな、あそこ。いや、入ってなかったかな。地味に入ってたと思うんだけども、記憶が曖昧なので、後で確認しよう。スタミナ回復して。うわ、まだ3000万の。オーガーとか、待って、俺オーガー作れるじゃん。あうぐ。うわ、マジか。燃料がねえな。モーターパーツがねえわ。終わったわ。残念。終了終了。ケミステといえばガソリンのことも思い出してあげてって。そう、ガソリンも作れるんですよ。わかる、わかるんだ。ただオイルシェールがこの世界において確保できない。トレーダーしか売ってない、多分。ここ、いや、ここ何の土地かがわからんからな。緑っぽいな。ってことは、あれ、色ってどうなるんだっけ、こういうところの。POI だから上塗りされてて分からないか、やっぱり。分からないな。うん。だ、ここは何の土地なのか分からないんだよ。雪山だったらワンチャン、あるっけ？あった気がするな、オイルシェール。あと、オイルシェール加工。無理だよ。やっぱ車解体して燃料集めるしかないんだよ、俺は。いやあ、マジ。マジ、あの、ソリよ。スキーとソリよ。せめてソリにめちゃくちゃアイテム入るなら許せるけど、一列って何って。めっちゃ少ないのマジ許せないよね。そうだ、今日皆様、ライブじゃない、なんていうの、あれは。プレミアム、あら、もう壊れちゃった。というわけで開けましょうか。
ありがとうございます言いたかったけど、開けて帰るときにありがとうございますよ。います。てれん。てれん。てれんだろ、マジで。鉄筋クラブ多すぎ問題な。あ、レーザーチェスト上がった。あ、もうこれだけで俺価値あるわ。ヘルメットにつかねえんだよな。あ、これだけで価値あるわ。ちょ、一回しまって。これ取って。モッド取り付けを押して、外して、モッド取り付けを押して、付け、あれ穴一個しか開いてない。価値なかった。むしろ防御力下がる。ゴミか。9の16の 0.57。9の16。0.57。マイナス4の10。うん。こっちでいいわ。なんでマジかよ。マジかよ。はい、ウェア。価値なんてなかったわ。味噌自動で浄水します。お水をいくらなんでも体調を壊しませんっつってるけどさ、別にもう水を沸かして飲む時点で大したことではないんだよね。これさ、スクラップしてみようよ。1個ぐらい。めっちゃ鉄出てきそうじゃない ?150。まあうまい。まあうまいと思う。スタックできる?ライトアームゴミながらいっか。いやー、もうちょっとなんかもう、もうちょっとなんかいらないの。スチールスレッジハンマー。まあこれもスクラップにすればよくね。うん、スクラップ。あ、待って。58か。ちょ、これ持って帰ろう。品質っていうのがあった。このゲームにおいて。最高のスクラップハンマー。なんだっけ、これ。鉄筋クラブ。最高の鉄筋クラブを厳選しよう。ということで、トレーナーに帰りますか。もしかしたらだけど、もしかしたら。俺は、足りない気がすんだ。ダメかも。もしかしないかも。ちょっと欲しいのあるなーって思ったけど。欲しいの足りない気がするわ。誰あれ。ありよし。というわけでね、ありがとうございました、皆様。プレミアム公開来ていただいて、スタミナないです。はい。楽しいね。みんなで眺めれるの面白いな、やっぱり。リアルタイムでコメントつけられるのがいいよね。ここでみんな同じこと考えてんだ、みたいな。しかも俺見る立場にもられるからさ。あーねっていう。あーね。そこイベントに入ってますよ、みたいな。いや、見る側だったら一瞬で気づくんだけど、キツネ?お肉?なんで今日当たんないの、こんな当たらなさすぎじゃねえって思ったけど。ちょっと待って。そうなんですよ。インベントリいっぱいなんですよ。で、俺、相手も沖に帰ったら多分、あのキツネの存在忘れちゃって、完全な無駄な接触になってしまうんですよ。あ、これ上。今気づいたけど。上。ブロックおかしいことなってるわ。こっからじゃないのね。こっからなのね。よいしょ。よし。オッケー。で、火をつけましょう、まず。まずお湯沸かそう。どれですか?全部沸かしちゃえ。で、こっちに食べ物を入れる。あっ!クッキー唯一の、あれだわ。凍っててもかじれるっていうことが判明した、今。そうなんだね。クッキーの利点はかじれることなんだね。これ違うね。これこっちでいいね。で、これと、これ違うくね。
違う違う違う。なんだ、DVD? あ、あんじゃん。ゾンビとクリスマスよ。これ、録画外で覚えてた時に確認しましょう。プレイヤーないんだけどね。テレビは加工したんだけど、プレイヤーがないんだよね。これ、攻撃力違うの。一緒じゃん。ゴミじゃん。完全一緒じゃん。ただの鉄、鉄だね。ヘッドライトが手に入ったので、これ。あれ?嘘。嘘だ。あ、あったあったあった。何がだね。パイプ?パイプとバネだね。オッケー。パイプとバネ。パイプとバネ。パイプとバネ。バネ。バネがござらん。嘘だー。バネ作れねえよ。あららら。あららららら。お金。パイプとバネ。待って、上なんか来てる。気のせい?あ、雪。雪。これ当たるのか。一回、一回。これで、見るようにして。たまたまたま。いや、当たんないっす。当たんないっす。寒いっす。寒いっす。何あいつ。マウンテンライオン。待って、弾大丈夫?9発ある。よしよしよし。ちょちょちょ、ダメ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 。バカか、あれ。人んちの頭上バカか。ナイフしまってきてるし。嘘だろ。嘘だろ。ナイフ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 。いや、マジだわ。いや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 。嫌がらせにも程が、うわぁ、うわぁ、嫌がらせにも程があるだろ、あいつ。マジで?いや、寒いって。寒いって。喉乾いてんだって。消えた?いや、マジか。ナイフどこよ。これでいい?いや、でもなぁ。ナイフでいつしまったんだろう。消えた?ねえ。ねえ、消えた?消えたかな?消えてない?マジあの雪だるまじゃなくて。雪だるま湧かないね。つかさ、エラルホードであったあいつさ、やべえんだけど。俺、動画でつか、エラルホード当日にはいよいよ言わなかったけど、あれ明らかロケランっすよね。あいつが飛ばしてきたの。爆発してたもんな。絶対あれロケランなんだよ。ちょっといい感じに遮断されてて、爆風だけ、爆風っていうのなんていうの、あの、飛び散ったやつ。火花。あれだけ見えたけど、あれ明らかにさ、おかしいんですよ。これどっちに来てる?手前に来てね?ピンと合わせて、あ、左に向かってるか、大丈夫か。あ、消えた?うえい、消えてない。ギリギリ行ってみようか。お?お?お?なぜしゃがんでいったらないのだ。あ、しゃがんで歩く速度と、あいつの移動速度がだいたい同じぐらいってことか。まあもう大丈夫じゃね?よいしょ。俺はナイフが欲しい。ナイフ入ってたりしないですか?入ってないっすね。俺がナイフどこにしまったんだ?あったー。いらないのこっちにしまいまして。ちょ、ピストルも。
戻して、これかな。で、タイヤを作る、タイヤを。タイヤー、鉄、オイル、石炭。石炭、マジか。石炭は俺持ち帰ってねえぞ。持ち帰ってる、偉い。偉いぞ。鉄をもっと必要ってことじゃない。まあ、15ぐらい。で、とりあえずお肉解体していきましょう。ご飯も空いてるから。ご飯じゃお腹？お肉、あいつと、案の定見失ったんだよね。案の定、あいつどこ行ったっていう。もう一匹どっかで、残念な、スタミナ消費してます。消費量不足してます。こっち今一瞬変なの見えた気がしたんだよ。気のせいか。どっちから来て俺は倒したっけな。向こうかな。わかった。あれか。あれだな。あっちから俺帰って。できたね。なのでこっちから帰ってくる時のどこかしらの右手、下行けるの早くね。そしたら嘘、そんな早く消える？俺右手で倒したよね多分ね。嘘だ。いや、完全無駄な殺傷。うわ、斧で解体しとけばよかった、そしたら。ショック。この世界において肉を解体しないのは、ダメだよ。いや、冷凍されててよ、それは。冷凍肉なってるだろ、地上で。マジか。どう考えても冷凍肉だろう。使用する。ボイルドミート。キャンセル。レシピ、終わった。夜、嘘。早い。何作りたいんだっけ。どうしよう。いや、夜取れ台痛くねえ。どうしよっか。どうしよう。いっか。落としてから出るか。落としてから出ましょう、地上に。しゃがんどっか、とりあえず。極力音を立てずに、生きとくか。1ウェーブ終わってからだったらいいんだけど。一ウェーブ前からは地上にいたくないよね。よいしょ。あ、これ水分も取れて、一石二鳥。とりあえずタイヤ。は？タイヤは？タイヤ。鉄。は？オイルがないかも。ん？二分の一？一分の二？足りるのでは。タイヤは足りないね。2個必要って意味だもんね、これね。2個必要って意味か。オイルだった。レシピ、これじゃないっす。これです。あ、これでもないな。そう、バネが必要な、バネ。バネ買ってこなきゃね。バネ。
あれ、バッテリーよ。解除されてね。イエス、イエス、イエー。鉛180も取ってねえよ、俺。じゃあ、バネ取ってくるから行くかも。あ、来た。あれ、来てない？来てなーい。気のせい？気のせいっぽいな。バッテリーか。とりあえず今回ここで終わりにしましょうか、もう。で、次回バッテリー探して、これじゃ、ダメだ。見えない。次回バッテリー探して、ついでにバネも手に入れて、うわ、穴開いてるかと思って、今。ここもっとスムーズに出入りできるようにしたいな。そうだよね。ここでジャンプ一回使うのもったいないよね、毎回。お、スムーズ。ここもな、ここはでもゾンビ引っかかってほしいから、ちょっと段差あってもいいかな、一回分。あ、そうだ。このさんに、あ、ないわ。残念。いやね。確かトイレにも、あった気がするんですよ。ビーカー。鏡の中かな？よく外国人の動画で、動画じゃねえ、映画。あれでもあれ違うか。いや、合ってる合ってる合ってる。鏡の裏に薬が入ってるっていうね。あの、海外おなじみのシーンですよ。あそこでビーカー結構あると思うんで。それをチェックしないのは、いけないですね。トレーダー巡りするな、ぜひ。どうしよう。とりあえずこれ突っ込んどくかも。こっちとこっちとこっちと。これ生肉だって。生肉は調理しましょう。食べて。SCP の。どこまで行くこれ。もう一個食べていいな。食べて。次飲んじゃうか。飲んで。オッケー、完璧。お肉はあったね。お肉。お肉じゃない、ウォーター。もうね。で、これを、使うて。よし。フィュー。ガソリンいらないね。オイル。あ。あね。今度こっちがいっぱいになってきたな。ピッケルは使うよね。レンチはこれでいい。これもこっち。いや、見た目が悪い箱の。いらない。ここにさ、東大元暮らしでバッテリーがあったりしないよね。大丈夫です。本当にありません。大丈夫です。本当にありません。何が大丈夫なのか知らないけど、本当にありませんので。よく見えないからね。また44になったもん。やめてほしい。この4の減少よ。なんかもうダメだわ。呪われてるわ。16日だったらさ、トレーダー、品ぞれ変わってるわ。あ、もう次回でいい？次回にしましょう。オーブンリペアも気になるんだよな。これよ。作ってみるか。いやでもさ、使えるところがオーブンリペアキットをカバンに入れた状態で既存の建物の中にある壊れて開いているオーブンをハンマーでアップグレードすると
ハンマー以外の杖では襲撃できない。ハンマー、俺唯一のハンマー使っちゃったよ。唯一のハンマー、このワークベンチになっちゃったよ。あ、そう、ハンマー以外では無理ですって書いてあったな。あ、そう。え、でもさ、でもさ、これ作るために結局ワークベンチ必要なわけで、うん、もうダメなんだよ。避けて通れないんだよ。ハンマーを一本見つけないといけないんだよ、俺は。その運命から逃れられないわ。というわけで、じゃあ今回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。正解でした？ワークベンチね、コメント全部返したよね。返してないね。返してないですね。アザラシの赤ちゃん可愛いふりして、なんつー赤いよく。マジやばいよね、あれ。マジやばい。よし、次回返そう、次回。フェラル当日夕方まで、拠点の背の字も感じさせない。あ、これ前回だ。前回やった。スーパーチャット皆様ありがとうございます。88だっていいね。88っていうのは末広がりでしてね、すごくいい数字なんですよ。そしてその88を割ると言われて自分で作っちゃったよ。ちょっと待って、合体してこ、いい数字に戻してこ。はい、そうか、俺は444を2回見かけたから88になってチャラなんだな。素晴らしい、素晴らしいよ。ああ、そうだよ。そういう考え方大事よ。というわけで、そうだね。14日も無事ね、クリアしましたし、正式化でした。あと少しで21日になります。次の週ですね。